つマイナス143つマイナス143 14ライスツポレフツマイナス143リースとはソビエト連邦の偵察用無人航空機である1970年代後半から1980年代にソ連陸軍ワルシャワ条約機構下の各国中東の同盟国で収益した本機には偵察ポットが搭載されており内蔵された画像記録はそこから 飛行終了後に回収される。発信台の上のつマイナス143つマイナス143は1976年に収益し、つマイナス141に強く似ていたが、おおよそのスケールは小型化されていた。これは60から7 0トルと短距離の戦術的な偵察システムであり、低空飛行能力を持つ。つマイナス143は、 ジャトによるブーストを用いて台車から発進し、回収にはパラシュートを用いる。また本機は、水力 5.8KN の TR3 から117、ターボジェットエンジンで駆動する。最初の方では、フィルムカメラを搭載したが、後のバージョンでは TB もしくは放射線検出用の装置を積み、データリンクによって、地上基地へデータを送信する。 1970年代から1980年代に950機が生産された。シリアは1982年のレバノン戦争中に S-143 をイスラエルとレバノン上空の偵察任務に使用した。同様にアフガニスタン紛争においてアフガニスタン内のソビエト連邦軍が本機を投入している。M-143 は標的用ドローン型である。 1980年代中期に収益した。1990年代後期、つマイナス143は似ているものの改善の施されたつマイナス243リース D に代替された。この機体は燃料容量を増加し、航続距離をおよそ2倍に伸ばすために胴体を25センチメートル延長している。本機は水力 6.28kN に出力を上げた。 TR3 から117エンジンを積み、低空での誘導性を改善している。1995年から、スポレフはさらに宣伝を加えた、ツマイナス300カーシュンの売り込みを始めた。これは、後継機に似ているが、機種部にアンテナドームを設け、近代的なセンサー群と、電子装置システムのための機種フェアリングをつけている。本機は、センターライン上のセンサーポッドもしくは弾薬用の、 パイロンを特徴とする。1990年代後半、経済上の問題によって、開発は停止を余儀なくされたが、2007年には、作業が再開されている。スポレフティ -143、リースニスアーティクルコンテインズマテリアルザットオリジナリー、Came from the Web Article ド、n m a n e エアリアルビークルズバイ、クレック・ゲーベル、Which Exist in the Public Domain, ありがとうございます。